皆様おはようございます。さくともチャンネルでといきなり来ちゃいましたけれども、私ですね、今日現在のところこの後方のキングスクロス駅に来ております。で、実はですね、私今回一人の動画になるんですけれども、これからですね、ともさんとケンブリッジで待ち合わせしておりますので、ケンブリッジに向かっていきたいと思います。現在の時間がですね7時、もうすぐ50分、朝の7時50分という形です。比較的ね、天気がすごいいいんですね。どうでしょう、あ、ちょっと逆光で分かんないかな。非常にね、天気がいいので今日はケンブリッジ日和ということで、これからですねケンブリッジに向かっていく、ご案内をですねしたいと思います。よろしくお願いします。教えて佐久間さん。はい。ではですね、これからですね、まず鉄道のチケット、これをですね、購入したいと思いますが、まあ事前にですね、私インターネットで予約してるんですね。で、まあそれも含めてチケットの購入方法ちょっとですねご案内したいと思います。で、今日はですね土曜日なんですね。土曜日なので、料金はオフピークというですね、ピークタイムじゃないチケットになりますので、まあわりかし安いかもしれないですね。はい、駅の中のチケット&コレクションというところに来ました。で、チケットはですね、これ自動券売機でご購入いただけます。こう出てですね、まあ日本語はないんですけれども英語で、チケット購入の場合はバイチケットを押してください。そうするともう最初に出てきますね、ケンブリッジ、今日はオフピークの関係で、21ポンド60という値段です。で、これをタッチします。そうするとね、何人必要だというの出ますんで、まあ一人でいいですね、一人で。それでここスーパーオフピーク、まあだからオンピークになるとね、ちょっと倍近い値段にはなっちゃうんですね。で、これを購入することができます。で、これでコンティニューするとバスケットでですね、これをちょっと逆へ戻りますね。ここにプラミはジャーニーっていうのが書いてあります。そうするとこれでリターンっていうのもありますね。リターンでチケットを買うこともできます。で、これはアウトワード、これから向かう出ていく時は何時ですか、いつのトラベルですか、今トラベルします。で、リターン、戻るチケットも欲しいです。で、リターンは今日帰ってきます。まあ、違う日の方はね、違うところに立ちますが、今日帰ってきます。一人です。そうすると今度はここゲットタイムチケット出てきます。で、これを見ると、今そうだな、これに乗りたいなと思ったら行きはこれに乗ります、間に合うな。そうするとこれでサーチリターンオプション、戻ってくる時のチケット、そうすると、戻ってくる時のチケットどっちだ、何時のにしますかっていうのがねいっぱい出てきますんで、まあ遅い時間がいいなって言ったらレーター、まあレーターをこう何回かね押していくと遅い時間が出てきますんで、まあちょっと今適当に、じゃあこれにしようと、これ12時ね。帰りはね、何時のでも選べますんでね、大丈夫かと思いますが。で、これで選んだ時間が、まあスーパーオフピークですね、今日はね。スーパーオフピーク。押していただいて、あっちだ、バスケット。そうするとですね。これで、コンティニューバスケット。そうするとなんとケンブリッジからの往復のリターンチケットが片道と同じ値段なんですね。こういうふうに
往復で買うと一個ずつの駅で買うと、あ、行きとね帰りを別々で買うと倍かかっちゃうんですけれども、こうやって往復で買ってしまえば、今回はね片道の金額で往復できちゃうという、非常に往復で買うと得になってます。なのでこれでね、ペイナウってしていただくと今度カードの支払いとかできますので、カードの支払いでチケットを購入することができるとなっております。でまあね、あの往復で帰りがね多少金額がプラスになっちゃうパターンもあります。でもまあ週末なんかは特にこういうねオフピークの時間とかは結構こういう形で片道の料金で往復買えちゃうっていうことありますんでね、ぜひ往復チケットを必ず購入するようにしてください。さあ続いては、私は事前にインターネットに予約をしました。なのでチケットをここでピックアップしたいと思います。まずタッチ、そうするとコレクトチケット、そうするとですね、ここにですねカードを差し込んでくださいって出てきます。でカードは、基本的には認証だけなんでお金は引かれません。なのでカードの方差し込みます。そうするとカードを取ってくださいと出てきます。カードを取りました。そしたらここにですね、事前にメール等でもらっている認証の、リファレンスナンバー入れたいと思います。これが私の今日の認証番号です。これをサブミットします。そうするとこれでプリン出てきますのでね、内容がここでプリントチケット、そうするとこれで私のチケット、ロンドンターミナルというケンブリッジというのが出てきました。これでね電車も乗れるんですね。でこの方法以外に、チケットをインターネットで買う場合にはですね、携帯に QR コードを送ってもらうバージョンもあります。その場合は QR コードで改札も通れますので、まあその方がねペーパーレスでいいかもしれないですね。では私が乗る電車がですね、時間が出発8時何分だっけかな、8時12分、8時12分の電車はどのプラットフォームから出るかはですね確認しないといけないんですね。それで私が乗る電車8時12分、ああこれ左から3番目に出てますね。これがプラットフォーム9番なので、それでプラットフォームに向かうとなっております。必ずね電光掲示板で確認するの忘れないようにしてください。みんなの思い出写真展、エディンバラに行かれてディーンビレッジに訪れた時のお写真とのこと。ガイドブックにはない街に訪れるのは特別な旅の思い出になりますよね。川沿いにある穴場スポット、僕もいつか訪れてみたいです。ハッシュタグサクトモガで X にご投稿ください。プラットフォーム9番に来ました。9番10番はちょっとですねキングスクロスの駅の中、離れたプラットフォームなんですね。離れた人も同じ構内にあるんですけれども、目立ってるプラットフォームは0番から9、8番があって、こちらは9番10番はちょうどですねハリーポッターのカート並んでますね。ハリーポッターのショップとカートがある左手にございます。こちらから入っていきたいと思いますが、出てきたチケットは2枚、1枚はね上の方はねレシートですね、下のこちらがチケットになっています。このチケットを改札に通して改札を通過したいと思います。そうするとね手前で必ず出てきますので、
手前で出て受け取ってプラットホームに進むと。あの日本のチケットって改札通ったら後の方ね、改札を通った後の方に切符出てきますけども、イギリスは比較あの基本的にはですね、改札入れたら手前で切符を取って改札を通過っていう感じですね。さあこれがケンブリッジへ向かう列車になります。ではですね、どっかいいとこ座りたいと思います。扉はこのボタンを押していただくと開くようになってます。いいですね。じゃあどこか席を探したいと思います。はい、席の方に着きました。ちょっと静かにしていたいと思うんですけれども、席の方はですね、これはね基本的に全部自由席ですね。で、車両によっては奥見えますでしょうか、緑のランプがついているところ、 WC トイレもねついている車両もあります。それと椅子の前にはちょっとしたテーブル、さらには足元に充電できるようにコンセントもついておりますね。意外とね座り心地がいいです。これあの運行しているね、車両会社によってまたちょっとね違いますけれども、車両の内容が。こちらはねケンブリッジに向かう電車はこんな感じの電車です。あいにくの窓ガラスの汚れなんですけれども、出発しました。8時12分出発のところ、時計を見たら8時11分に出発してました。もうねイギリスは遅れて出発当たり前、場合によってはちょっと早めに出発しちゃうなんてことありますんでね、皆さんはこういう鉄道に乗るときには時間に余裕を持ってお出かけいただけたらと思います。ケンブリッジまではですね、もう次に最初に泊まるのがケンブリッジなので、大体ね50分ぐらいですね。やっぱりキングスクロスから向かうのが便利じゃないかと思います。あとはねセントパンクラスからも出てますけれども、隣の駅ですね、出てますけれども、もうちょっと時間かかるかもしれないですね。列車によっては、何か所か駅を止まっていく列車もあるんで、その場合はもう少しで時間かかりますけれども、最速でだいたい1時間かからないというね、比較的日帰りできる場所がケンブリッジになってます。 We are now approaching Cambridge. Please ensure that you take all your personal belongings with you when leaving the train. The 903 Greater Anglia Service to London. はい、ケンブリッジ到着しました。結構あっという間ですね。ではでは、これから駅を出てトモさんと駅の外で待ち合わせしてんですけど、会えますかね。向かっていきたいと思います。さあやはり取り着いたらですね、トイレは済ましとかなくちゃいけないので、今トイレに行ってきました。じゃあこれから出たいと思います。切符を入れます。はい、到着。じゃあ外からの眺めを撮りたいと思います。あ、トモさん、トモさん到着しました。トモさんがケンブリッジで待っててくれました。あー嬉しい、会えて。天気いいね。顔映ってないですか？え？顔映ってない？天気いいね。いやーいいじゃないですか。ケンブリッジって駅の、あ、名前は出てるのかな。あー出てますね。あまり目立たないね。という感じで逆転しますよ。逆転、あれどうやって逆転するの。
ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃあね、決めてしまいました。じゃあ今日はこの辺で、チャンネル登録、グッド評価などいただけたらと思います。よろしくお願いします。ではではまた、次回はケンブリッジの街をお会いします。